ブッチさん、こんにちは。フラペチーノさん、食べたいフラペチーノ。流行語大賞さん、かわいい、ありがとうございます。ソルさん、ノリサさん、チューチューさん、福津さん、ひわばさん、なりゆきさん、ルーシーさん、ブッチーさん、メイクしてんかしてますよ。モリチ521さん、アンちゃんさん、ハルさん、ミキミキさん、フージンマルさん、ユートさん、カミテルさん、今日早いね。そうなんですよ。でもこれからはずっと5時とかからやろうかなって思ってますね。こんにちは。今日も可愛いターボさん、ありがとうございます。ポテポテさん、こんにちは。フッチーさん、こんにちは。ヒョウさん、ギータさん、トマウキさん、ラスカルさん、こんにちは。サラッチ、アポロさんすいません、ブッチーさんですよね。前髪いいね。そうなんです、自分でやりましたよ。さらに倍速お嫁さんに来てね。こんにちは、キヨ兄さん、ヘリさん、ヨシーさん、 JT さん、コンサラピースちゃん、こんにちは。実はプロリンが気に入ってる、ね、あ、そうなんですか。18時間ミレちゃんがいるからね。え、見ます、絶対見たいと思います。そうなんですか。ミレちゃんってなんか時々被ってて見れないんですけど、今日何時からミレちゃん18時からいるんですか。ちょうどですか。見たいな。ともひろさん、こんばんは。初見さん、こんばんは。初見さん、しょうさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヨッシーさん、サラちゃん、こんばんは。こんばんは。チェ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 。マスオさん、こんにちは。こんにちは。今は5時か、お昼なのかっていう感じですけどね。エンチャーさんも、こんばんは。今日は何してましたか、皆さん。私は今日12時ぐらいに起きたんですよ。12時、1時くらいかな。やばいですよね。エンチャーさん、ハートありがとうございます。服かわいいね。これはあれです、なんだっけ、昔通ってたスクールの衣装なんですよ。こんばんは、よしひかなさん、パープルアイさん、こんにちは。エンチャーさん、ハートありがとうございます。マジで声かけられそうってことかな、なくらい大人っぽいですか。やった。何歳に見えますか。全都道府県で緊急車一回止まっちゃった。さっき起きました。サラも何度でもいつもします。こんばんは、タッキーさん、寝る子は育つやで。かわいい、ありがとうございます。森地さん、制服っぽい、制服っぽい、なんか韓国っぽいなって思いました。衣装もらえますよ、自分のお金で買うんですもん。しめさら、かわいい、確かに。ありがとうございます、しめさばさん。しめさらって部分ですね。さらちゃん、こんにちは。クレヨンしんちゃんのお父さん役だった人亡くなった。そうなんですね。かいさん、何歳？ 14 歳です。ジャックさん、答えてくださった。ももちゃんのきらめき手に入れました。すごい。今日もとまるさんちゃんが好きです。すいません。10万円、そうなんですか？もりちさん。ハートじゃない、だるま、ありがとうございます。今日はイコールライブの佐々木舞香さんを見たんですか。間違えたかわいい。七並べ配信やって、七並べか、七並べか、今ないんですよ。それはミリアに、しーちゃんは貫禄ないんですよ言われるわ貫禄ないんですよってね。貫禄ないですか。まあまあないですよね、サラは当たらんな。こんにちは、ラウリさん。こんばんは、しみさらタン、大人びてるよね。ありがとうございます。大人びてますか、しみさらタン。なんかしみさらが定着してきましたね。サラずっとあだ名がなかったんですよ、ずっと。あ、誰か帰ってきた。ちょっとあだ名がなくて困ってたんですけど、アッシュの時の衣装なんでね。そうなんですよね。中学生で貫禄あるのも怖い妙に貫禄あるよ。お世辞ですよね。ゴジスターちゃん、完了ありがとうございます。
さらに出会わないから、サラピのときめきつけてるけど、多分誰にもバレてないはず。サラピのときめき、サラのときめきじゃないですか、吉沢ちゃん。センターに立った時のオーラはやばいけどね。そうですか。メールのフォルダ名シミサラにしてます。ああ、そうなんだ、そんなのもあるんだ。サラポヨマイナス5キロジーンズって何？なんか韓国のブランドあるんですよ、マイナス5キロジーンズっていうのが。コロナ止まらんなですね。貫禄薄れてきた。昔はあったってこと。サラちゃん、ミレイちゃん、ミレイちゃん、林ミレイちゃんとのダンスコラボ見てみたい。いつか会えたらいいなって思ってますね。貫禄は体が大きくなったらつくよ。言葉を選んでる。どういうことですか。あお、あお。ふうくんさん、こんにちは。ふうくんさん、ハートありがとうございます。今日はイコールラブの野口いおりちゃんと佐々木舞香ちゃんのユニット曲に虹の元をすぐずっと見てました。見たことないかも。自宅会議だからね。ニューヨークの写真は貫禄あったな。ニューヨークの写真、なんかニューヨークの写真は3歳くらいなんですけど、もう史上最強に漏れてないと思います。あれは全然、あれめっちゃ可愛くないですよね。でも面白いですよね、表情とか。なんかおじさんみたいで。サラちゃんをミレイちゃんに近づけてはいけない、わらわらわら。ミレイちゃん好きですよ、サラ。林って子、ミレイちゃん見に行ったけどめっちゃ元気で子供だった。そうなんです、めっちゃしっかりしてます。今子供だけいる部屋に空き巣が入って出くわす事件が増えてるらしい。怖い怖い。イコールラブ、ノットイコールミーの曲なんだっけ。次会えたら何話そうだっけ。次会った時何話そうか。あれなんかめっちゃいい感じでした。なんか画像の動画の編集とかもめっちゃなんか感動的な感じでした。本通りロス行きたいよ。本通り行ってないです、サラも最近。前はよく本通りで走ってたんですけど、行きたいよ。くっちゃんさん、あれは泣いたですね。あれめっちゃ感動って感じでした。なんか急遽作られたんですよね、あの指原さんが。サラちゃんコロナに気をつけてね。はい、気をつけますね。走ってたってランニングで、なんかお金持たずにランニングで夜に走るんですよ。お金はサラは持ってないけど親とかは持ってたかもしれない。それで帰りに積もってたんですよ。帰りにコンビニでアイスボックスを買って帰るみたいな、それがサラの夏のルーティーンでした。なんか本通り行って、あとは広島駅とかも行ったりとかして帰ってましたね。すごくいい曲だし、歌もめっちゃ上手、 MV も感動でおすすめですね。めっちゃ可愛かったです。ナータンの画質が良くてさすがだった。あ、画質、でもなんか久しぶりにあの見たらサイトだけさ、なんか変わったなって、大人っぽくなったなって思いました。なんか斉藤渚さん、レイっていう雑誌あるじゃないですか、石田千穂さんが出てる。なんか石田千穂さんが出てるそのレイを買ったんですけど、アイドル紹介のところで斉藤渚さんもあって見たら、なんか3年間スイーツを食べてないみたいな、あのダイエットのためというか痩せるために太らないようにずっとスイーツを我慢してるみたいなって、びっくりしました。って思いました。こんにちは、のむのむさん。走れ渡、今日も可愛いジャックさん、ありがとうございます。酒井さん、こんばんは。ずっとサラちゃん走るの早い、もしかして。早くないですよ全然。あれ聞いてから失礼ありがとう、カップリングの愛する人泣いたら、愛する人泣いたらさらに、ね、愛する人聞いたらかな、愛する人っていう、聞いてないかもしれない。そう、アイス食べちゃうんですよ。ヤフミンチョーリッキーさん、そうなんですよ。ヒワワさん、めっちゃストイック。ワイはダイエットでジョギングして帰りに肉まん食べた、やばい。マジか、毎週本通り行ったが見たことないよ。ないんですか。ほぼ毎日行ってたんですけどね。こんばんは、モフちゃんさん。ナータンインスタ始めたね。そうなんだ、見てない。サラちゃんは3時間でスイーツ、もっと耐えられますよ。1週間は耐えられるんじゃないですか。サラちゃんメンバーと会わないの。いや、会います。なんかこの前ユリッチと一緒に、ユリッチとレイカちゃんとアイコチちゃんと一緒に本通り行ったんですけど、まず行った
たら、誰に会ったっけな、もうめっちゃ大量に会いましたよ。行ったら、誰に会ったかな、あ、まずミリアちゃんと吉田沙羅ちゃんに会って、その後リネちゃんに会って、その後アンナちゃんにも会いましたね。で、そこから大谷まりなさんと新谷ののかさんとかにも会いました。もうめっちゃ会いますよ、本撮りは。探しちゃダメですよ。ももちゃん毎日食べてそう。どうなんだろう。でも、ももちゃんはプリンが好きでいつも食べ比べしてます。君のプリンが、みたいな。なんとかって言ってました。サラちゃんのアップかわいい。そうですか。愛する人、なっちゃんのセンターの曲で劇場版に収録されて、そうなんだ。サラはダイエット頑張ってます。今は、今日は、言った通り12時に起きたので、まだね、何も食べてないです。プロ、こんちゃー。こんちゃー。多すぎやろ。あ、これあれじゃないですよ。最近じゃないですよ。舞浜の前日ですよ。本当に最近じゃないです、全然。なんか舞浜の日の前日に遊んでたんですよ。いろんな人とウーバーイーツして本通り行ってみたいな。めっちゃ人に会いましたね。アイドルで混雑してる。でも絶対多分誰にもわからないと思います。 多分誰も。外出ダメでしょ。めありがとう、くっちゃんさん、塾ありがとうございます。ああね、そうなんですよ。マジか、支配人しか見られなかけたことない。え、支配人さん見たんですか、まなぶさん。それの方がレアですよ。右横がこっち、こっち、こっち、こんな感じ。こんばんは、講師さん。こんばんは。握手会の時何もなくて焦ってしまった。次会えたらいっぱい話そうね。そうですね。1期生の一番年下組がツイッター。そうなんですか。見たい。今日から、今日からですか。いつから、いつから。あれですよね、ありささんとかまいはさんとかののか新谷さんとか。本当に人多かった。その時はまだ多かったですよ。最近行ってないから分かんないけど、その時はまだ2月とかなので全然人いなかったですよ。俺の推しメンサセンサーが反応するはず。 本通り行ってみてください、推し探しに。 昨日も街出たけど怖くて本通り行けんかったかも、かもん。昨日街出たんですか。ですね、本通り危ないですよね。こんばんは、今日からだって。今日から、絶対見よう。こんばんは。サラちゃんとのミニ握手会の日、新幹線の日、新幹線の駅に TDC 組が、そうなんですか？組が集まっててびっくりした。逃げた。TDC 組？東京ドームシティホールでやってた方。石田さんとか？外も全員？すごい。あ、でも、ちょっと聞いてください。この前、新幹線に乗って、舞浜から帰ってる時に、隣の席、隣の通路挟んで隣のところに、ずっと HKT さんの動画を見てる方がいたんですよ。で、なんか、HKT さんの動画見てるねみたいな感じで話してて、隣の人がで可愛いみたいな話してたら、降りる際にその人がさこちゃんを見て、ひめたんを見て、私たちに気づいたっぽくて、みたいな顔してたってことがありました。なんか48のか、その方は好きなんですかね。そういうことがありましたよ。なんか探したらかん。こんばんは、ランディオートンさん。ランディオートンさん、こんばんは。仕事でしょうがなくね。街中、そうですね。近寄らない方が。逃げるなや。人、流川も人いない。流川ってどこですか？本通り懐かしい。昔服屋の地下で両親がレストランしました。すごい。レストランか。こんばんは、ランディオートンさん。香川おつさん、ありがとうございます、アイス。そうなんですよ。なんか、STU のファン、かどうかわかんないんですけど、なんか、あれなんですよ。ずっと HKT さんの動画を見てて、可愛いって思って見てたら、あ、その人も舞浜帰り。でもそれならもっと早く気づいてたと思いますよ。だからびっくりしました。なんか、みたいな感じで見てたので。STU 結構人気あるんで、でも2期生も気づいてもらえたからちょっと嬉しかったです。中四国最大の海、中四国最大の歓楽町だよ、流川。大人の町。その人も大人の町、流川。中四国最大なんだ。ST は結構人気あるんだよ。ハートありがとうございます。さらにはまだ早いね。どこですかね。
あれですか？キリンビールのところの奥とかですか？って書いてあるところの本通りの方ですか？ヨネダ。全然名前が分かんない。多分行ったというか通ったことは普通にあると思うんです。居酒屋がたくさんあるところですかね。スケモンさん、ありがとうございます。こんばんは、クライムさん、こんばんは。そっちの方ね。そうです、そういうことか。でもあんまり行かないかも。それがあって横断歩道があるじゃないですか、大きい。それを挟んであっち側にそれがあって、その反対側はよく行くんですけど、よく行くっていうか遊ぶ店とかいっぱいあるので、パルコの方だし行くんですけど、そっち側はあんまり行かないですね、サラは。なんか今日あれじゃないですか、なんか今日漏れとる服かな 卵かな、これ。好きなちゃんさん、こんばんは。パン屋さん、こんばんは。あれを挟んで向こう側が大人の街。ああ、そうなんですね。なんかパルコとかの方はめっちゃよく行くんですよ。サラが街中歩くとみんな一斉に道を避けて拍手するって聞いたことあるんご。いやー、ないですね。それは嘘ですよ。全然歩いても全然何もないです。あ、初見さん、ありがとうございます。今泉ミリア、かっこ ST48 2期研究生さん。初見さん、ありがとうございます。これ本物ですか？サラも確かめていいですか？確かめていい？ なんか、この前、ミリアちゃんの配信行ったんですけど、そしたらめっちゃなんか、本物か 本物か確かめられたんですよ。初見さんですね、今泉ミリアさん。待って、何確かめようかな。確かめていい？ミリアちゃん。馬じゃ、あれみたい、なんかラッスンゴレライ。じゃあ、ミリアちゃん確かめるね。この前、遊んだ時に、これ間違えたらしいんじゃない？この前遊んだ時に、ゆきりかちゃんにもパンあげたじゃん、ベーグル。サラがゆきりかちゃんにあげたベーグルは何味だったでしょう？ どうかな？合ってたら、本物かな？ まあ多分本物だと思います。正解、正解。そう、チョコです。正解です。初見さん、本物でしたね。初見さん、ありがとうございます。見に来てくださって。さっき対戦ありがとう。本物でした。 ウェイ、それチョーク色のベーグル。身内なのに早い。 イケアンも来てくれた。ヤッホー、イケアン。めっちゃみんな来てくれるじゃん。ありがとう。ヤッホー。疑いから入る。よしよししてあげる。じゃあ、イケアン、イケアン、イケアン。多分さ、本物なんだと思うんだけどさ、ちょっとさ、確認してもいい？最近これ流行っとってさ、本人かどうか確認するの。確認してもいい？一個質問していい？イケアンとさらにしかわからんような質問。さっきミリアちゃんにもしたいよ。歌のうまい池田ちゃん、めっちゃ歌声、疑ってないですよ。なんかこれ前、昨日ミリアちゃんがやってたのでやってみただけですよ。いけてるね。間違って、何 A4、 何しようかな。待ってね、待ってくださいね。じゃあ出すね、待ってね。あ、わ かった。 待って、この前 この前、なんか3周年の時のイベントの日に、なんか打ち合わせ、リハーサルあったじゃん。そのリハーサルの時、サラがイケアンの上に乗ってたか、イケアンがサラの上に乗ってたか、どっちだったでしょうか。なんかリハーサルの時さ、話聞く時さ、なんか2人でさ、席座っとったじゃん。その時、どっちかがどっちかの膝の上座っとったじゃん。サラがイケアンの上だったでしょうか、それともイケアンがサラの上だったでしょうか、どっちでしょうか。なんか質問が分からんかも。知らんがな。どうぞ。こんばんは、マルヒロさん。どうだと思いますか？身内を叩かないであげて。まさかの2択。覚えてないかな。さらに倍。50%で正解してしまうけど、
でも絶対本人ですよ、もう。なんか、こんばんは、二択なら偶然当たるかも。あ、バイオ問題、サラの前髪をよく整えてあげてるメンバーは誰？でもこれ知ってるかわかんないですよ。イケアンが上だな。どっちだと思いますか？でもイケアンどっか行っちゃった？ シミサラが赤ちゃんだった。書き方が面白い。 偽物かい。本物でした。イエーイ、池田ちゃんだ、ありがとう。 OKOKGO。 赤ちゃん、うちの HKT の世界では考えられない世界だ。 みんな信用しきってる。いや、サラも信じて歌ったよ。でも楽しくてやってみました。やっただけです。こんにちは。パチパチパチ。でもイケアンはあれなんですよ、ほんまに面白いんですよ。面白いし優しいんですよ。なんか最初はなんか、そう、昨日ね、イケアンが配信中になんか電話してきてくれてから電話出演したんですけど、なんか、なんだっけなんだっけな、なんか「ユラの第一印象は？」って聞かれた時に、なんかあれなんですよ、ゆらちゃんは最初は歌とかダンスが上手いから、なんかちょっと怖い感じなんかなって。そう、ゆらちゃんが貫禄があったんですよ。そのさらにない、このさらにもうめっちゃないこの貫禄がゆらちゃんにもあったんですよ。だからなんかゆらちゃん怖いかなって思ってたけど、めっちゃ優しかったです。 もうダンスの振りとか、最初のあんまりなんかみんなで喋ったことない時とかもダンスの振りとか教えてくれたり、出航のなんかステップがあるんですよ、このラララララのところ、あそこも教えてくれたり。ケアンともめっちゃ仲いいですよ。演歌うまそうなドア声。でもなんかマネージャーさんになんか、なんだっけな、この前のカラオケのやつ、カラオケのニコ生のやつ終わった後になんか、歌の事務所からスカウト来そうってコメント来とったとか言われてました。さすがイケアン、イエイイケアン。みやにちゃんも来ればいいのに。ギリッチか。ミリタンのことも褒めて。ミリタンのことも褒めるって。 ミリタンはね、ミリタンは 嫉妬するぞ。 そうそう、ミリタンはこれめっちゃ嬉しかったことがあるんだけど、ミリタンはなんかミリタンも怖いと思っとったんよ。なんかなんでかというとね、なんかてか福岡の子たちめっちゃ美人じゃん、みんな STU の。 福岡の STU の子たちね、みんな怖いと思っとったんよ。でもなんかめっちゃ優しくてから、なんか最初にレコーディング帰る時、一緒にあれ乗った時に、考えてないって、一緒に新幹線乗った時になんかミリアちゃんめっちゃ優しくてから、なんか写真撮ろうとかめっちゃ言ってくれて、しかもなんか LINE もうなんか写真とかも送ってくれて、なんかこんな感じだと思ってなかったりと思っとったけど、でそれからなんか誕生日の時とかもあれなんですよ、誕生日の時とかも一番最初に LINE をくれたんですよ。それは何時かというと、2月12日生まれなんですけど、2月11日の15時ぐらいにくれて、誕生日が来る前に「おめでとうパッカー」みたいな感じで LINE 送ってきてくれて、で「会っとるよねしーちゃん」とか言ってきて、めっちゃなんか盛り上がった LINE をくれたんですけど、なんか違ってたら。 でもそれがめっちゃ嬉しかったってこと。 しーちゃん、あの時ほんとしゃべらん。そうなんよ、なんか サラがあれの時、初めて新幹線で一緒になった時に、りねちゃんとサラとミリアちゃんだったんじゃけど、もうめっちゃ緊張したってから、もうサラ寝るしかできんかったんですよ、ほんまに。緊張しすぎとってけ、寝ることしかできんでから なんかもう意識をなくしたくって、緊張しすぎてから じゃけね、ずっと寝とったりよ。 そしたらなんか寝顔をね、動画に撮っとったよね。 寝たふりじゃなくてほんまに寝とったんですけど、なんかめっちゃ緊張して、ほんまにそれぐらいね、寝たふりじゃない、寝たふりって言いそうになった、寝たふりじゃない、それぐらい緊張しとったんよ。でもね、ほんまにあれなんよ。 意識なくさ、なんかもう緊張しすぎてから、なんかさらね、先輩と話す時とかもめっちゃあれなんですけど、めっちゃ緊張して顔が赤くなるんですけど、なんか緊張したらもう
この場から去りたいと思うんですよ。それでそれを思っちゃったけど、全然なんか優しかったっていう話です。辛いディスじゃないです。もうリスペクトです。こんにちは、ゆのちゃん。こんにちは。全部含めて好き。え、サラも好き。ネタフリしたら見てみたいになるよ。そうなんですか？褒めすぎやん。え、ほんまなんですよ。みーたん、ほんまにいい子なんですよ。ほんとに性格いいんですよ。ほんまに、これは。めっちゃ性格いいです、皆さん。SKE10 期から来ました。SKE さんか。あ、そうじゃ。みーやはさらが夜歩いて帰ろうとしたら危ないから電車で帰れって言ってたこ。え、なんで知ってるんですか？そうだ、そうだ、そうだ。なんかね、この前というか、なんか、1回は、なんか、ミリアちゃん家に行って2回遊んだんですけど、もう1回はなんかただご飯を食べて歩いただけっていう感じだったんですけど、そうよ、頑張りますの収録の後に遊びに行ったんじゃん。その時になんか結構夜だったんですよ。でなんか松屋行った帰りに、なんかサラダイエットがてら歩いて帰ろうかなとか言っとったら、え、危ないけどダメみたいな感じでめっちゃ引き止めてくれたんですよ。しみさらから聞いたかもしれん。え、サラモバメに書いたかもしれん。そうかな。あざした、いい夢見ます。ぐんない。寝るんじゃ。赤い顔を見られたくないからこの場を去りたいの。え、その時は赤くなかったんですけど、なんか恥ずかしかったから現実逃避をしたかったので寝てましたね、新幹線では。しみさらから聞いたから知ってる、安田さん。でもなんかイケアンもミディアちゃんもそうなんですけど、なんか 怖いと思っとったけど、なんか優しいみたいな感じなんですよ。みんなめっちゃ優しいんですよ、ほんまに。だってももちゃんもなんか怖いっていうか、なんかお姉ちゃんが AKB だし、なんかめっちゃ可愛いし、あれかなと思って、なんかあれ仲良くなりたいなって年が近いって思っとったけど、なんかちょっとあれかなみたいな一歩引いた感じになっとったんですよ。でも全然そんなことないし、もうほんまに優しくって、そんな感じです。めっちゃ最初は怖かったんですよ。みんな怖いかと思っとった人がいっぱいおったんですよ。でも全然怖くないです。ももちゃんも優しいね。そうなんですよ、ほんまに。年上だから怖く見えるかもね。え、怖い、怖い、どんな感じか分からんかったけど、めっちゃ優しかった、ももちゃんも。もう最初、なんかふわっとした感じだったじゃないですか、ももちゃんって、配信とかも。で、ずっとそんな感じなんかなって思っとったんですけど、ほんまに裏でもそんな感じで、でもなんか面白いところもあるみたいな。ほんまにそんな感じなんですよ、みんな。ももちゃんはバブちゃん。人は怖いから入る。あとなんかリコチもなんかめっちゃテンションが高かったんですけど、なんかあれはああいう、なんかなんて言うんだろう、ショールームとかでああいう感じで、いつもは普通に喋るんかな、普通なんかなって思ってたんですけど、リコチはずっとテンションが高くて面白いです。 リコチ、ソルさん可愛い、ありがとうございます。逆に最初から怖そうじゃない同期なんて誰なんだろう。最初から怖そうじゃない同期、怖そうじゃないと思った人？怖そうじゃないと思った人？え、さこちゃんとか可愛いなって思ってました。なんか可愛いし、もう目がクリクリでお人形さんみたいって思って、怖いというかめっちゃ可愛いって思ってましたよ、さこちゃんは。 人は話してみないとわからないよ。そうですね、でしょうね。清水さんちゃん、こんばんは。ももちゃん、ももちゃんの淡い絶対変わらず、そうなんですよ、ももちゃん。怖くないのはさこちゃんだ。 あ、やよちゃん、やよちゃんはどんな感じなんじゃろうって思っとって、なんかほんまに席も遠かったし、あれなんですよ、めっちゃそのオーディションの時の席がめっちゃ遠かったので、全然そんなに顔を合わせることとかもなかったんですよ。動画とかは見てたんですけど、ショールームとかも見たことあったんですけど、なったので、なんかどんな感じなんじゃろうって、なんか怖いとも思わなかったんですけど、なんか一回もすれ違うこととかがなかったので。でもやよちゃんもめっちゃあれです、優しいです。なんかあんな感じなんじゃって思いました。 なんかやよちゃんはあれなんですよ、ふわっとした感じで優しいし、なんかいつも写真撮ろうって言ってくれます。姫たんは反則的、そう、姫たんは反則的な可愛さ。可愛い、ありがとうございます。ヨシリンはどうだった？ヨシリンは、ヨシリン？ヨシリンは
あ、ヨシリンは怖いと思ってました。そうよ、サラ、そういえば。ヨシリン怖いと思っとったんですよ。なんか、ほとんどみんな怖いって言ってるように見えるかもしれないんですけど、ヨシリンは怖いかと思っとって、最初喋った時に、なんかヨシリンは結構、天然な感じじゃないですか。じゃけ、こんな感じなんじゃと思って、めっちゃ喋りやすいなって思いました。でもヨシリンは前はコラボ配信もしたし、そう、結構仲良くなれて嬉しかったです。 ケロケロケロリンゴ、誰かな、ケロケロケロリンゴ。弥生は皿推しらしい。そうなんですか。やったー。 めっちゃ嬉しいです。 そうなんですか。 嬉しい。でもさ、ヤヤちゃんにまだ誕生日プレゼントあげてないんだよ。劉少金さん、かわいい、ありがとうございます。ユリッチも怖かった。あ、そう、ユリッチはね、ユリッチはオーディションの終わった時に、オーディションが終わってエレベーターにみんなで乗って移動した時に、なんかあれなんですよ、移動した時にすっごい近かったので、ぎゅうぎゅうですっごい近いところに、これぐらいに距離にユリッチがおったけ、話しかけたんですよ。なんか、なんていう名前みたいな感じで 話しかけ、どこ出身とか話しかけたんですよ。そしたら、南ゆりなですみたいな、南ゆりちゃんですって感じで、なんかゆりっちのことは可愛いなって思ってて、なんか顔が可愛くって、でもね、怖いというかおとなしいんかなって思いました。その時はなんかお互い初対面だったから、まあそんなに話してなかったんですけど、南ゆりなですって感じだったの、なんかおとなしいんかなって思ってました。なんか顔もおとなしいっぽいじゃないですか、なんか女の子っぽい感じの顔だから。だけど喋ってみたら関西弁だし、なんかめっちゃ優しいし、てかほんまにみんなそんな感じなんですよ。喋ってみたら優しいんですよ、ほんまに。これマジ。もうほんまにユリッチも優しくって、あれです、なんだっけな、ユリッチは最近仲良くなったんですよね。最近じゃないか、もう結構前か。前、なんか最初は、本当に最初はあんまり喋れなくって、あれなんですよ。STU は行動が前半と後半に分かれてて、名前順なんですけど、サラは前半なんですよね、指水の詩だから。でユリッチは後半だから、全然喋ることがなくって、後半のユリッチとかは。で、なんか何で話しかけたのかな、「レイダウン」っていう曲がある時に、絡まないといけないんですよ、手とかを触って。「お前が手に入るなら」とかで、なんかなんていうの、肩を揺さぶったりとか、その時にサラがユリッチとやるので話しかけて、それで仲良くなったって感じでした。 いつも可愛い可愛いって言ってるよ、サラのこと。誰かな、あ、ヤヨちゃん？嬉しいです。ありがとうございます。ヤヨちゃん。でも、さら、ヤヨちゃんの配信も見とって、なんか、ヤヨちゃんがこの前、なんかな、UFO を見たみたいな言っとるやつが、なんかめっちゃ興味があって、あれ聞きました。なんか練習、レッスンの時に。あれどういうこと？って言ったら、なんか、UFO がカク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 ってなんか来てから、とか言って説明してくれました。可愛かったです。もう、さらは、2期生みんなが可愛すぎるので燃えてますね、常に。いやいやって言われた？いやいや、喋ってる時は言わないんですけど、LINE でいやいやって言ってます。よくユリッチは。昨日かな？今日も言ってたかな？ よく言ってます、ユリッチは。オハウハハナナポンポッピー。長瀬智也さん。ピーマン大魔王さん。わらわらわら。エレベーターがぎゅうぎゅうってオーディションのクレタホール。そう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 です。クレタホールの帰りです。七並べのガチャの分け方と同じで草。ガチャの分け、そうなんだ。ガチャも前半後半で分かれてるんですね。 UFO といえばマリーナ。あ、でもなんかマリーナさんが昔青いご飯を炊いていたのが、その時はサラは全然 STU のオーディションとかもまだなかった時、もう3年くらい前かな、の時の STU の番組で、瀬戸ビンゴかな、青いご飯を炊いてたのをめっちゃ覚えてます。めっちゃ可愛かったです。でもなんか最近になって1期生さんの入った時のやつを見たら、めっちゃ、マリーナさんとかもそうなんですけど、こうやって、こういうのを見て、こうやって手振ったりのがあるじゃないですか。オーディション受かった時に、STU48 みたいな書いてある紙を持って、こうやって。それを見た時に、みんななんか幼いなって思いました。なので。違うか、あゆみちゃんとね、そうでしたっけ？サルビームはあったりするのか？サラビームはないんですよね、今のところ。知ってるんだ。ヤヨピは？タクシー乗ると必ず心停止に、し、さんに、えぇ、ー、心霊体験聞くんだ。そら、心霊関係ないわ。ヤヨピ。
こんにちは、仕事今終わった。安部さん、こんにちは。ペンライト？ペンライト？ラスペープピープル？何かな、これ。サラも今からもっと垢抜けていくよ。頑張ります。2期生はみんなしっかりしてるよね。2期生は、なんて言うんだろう、みんな、なんか、入る前とかは、ほんまに、なんか、怖いなって思ってたんですよ。なんか、そういう、アイドルグループとかって、なんかみんな結構ギスギスしてて、なんか怖い感じなのかなみたいな、いじめとかあるのかなって思ってたんですけど、なんか全然ないし、ほんまにみんな優しいんです。怖いかなってみんなのことめっちゃ思ってたけど、全然ほんまに怖くないってか、怖くないっていうか優しいです、ほんまに。大谷さんの宇宙人呼ぶやつ 前やってましたね。ヨシリンのパパはイケメンってシミサラが言ってた。そう、ヨシリンのパパ。そう、このまま前家に行った時、マリーナショールームオーディションの頃、中1。そうなんですね。こんにちは、こんばんは、クッシーさん。 Y 生活パターンが同じになってきたら、メリハリつけないと決めてるから。サラもですよ。ちょっと頑張りましょう。岩田みな、みゆなさん、一緒に頑張りましょう。2期生のこういった嬉しい、もう2期生の話、メンバーの話になるとあれですよ。サラもめっちゃ、そう、アイドルの話とメンバーもなんですけど、他のアイドルの話と48のとか、あとは2期生のメンバーの話とかだったら、めっちゃサロンは盛り上がって、もういくらでも話せますって感じです。なので、どんどん聞いてくださいって思いますね。 面白いし個性があっていいですよね。そうですよね。2期生みんな暗闇とか瀬戸内の声の MV エモいよね。暗闇とか瀬戸内の声の MV、 指原さんとかがまだいますよね。なんか指原さんとかが、あの衣装、水色のストライプの衣装見てるの、着てるのとか見たら、って思います。指原さんもいたのかって。なんか最近はサラはもう指原さんに会った、お会いしたこともないので、びっくりって感じです。 STU の2期みんな優しくてよかったです。そうなんですよ、本当にみんな優しいんですよ。最初はなんかももちゃんしか知らなかったとか、ももちゃんとサラずっと仲良かったんですよ、最初から。なんですけど、なんかどんどん知れてきて、最近はいろんな人と話せるようになりました。みんなのこと知ってます。こんにちは、お父さん。さっしーとか懐かしいな。なんか最近私、アリノンさんをよく見てるんですよ。アリサさんとノンさん。それで、アリノンさんをよく見てて、その時に、なんだっけな、新谷さんが、何歳って、指原さんに聞かれて、28歳って何歳に見えるって、私何歳に見えるって指原さんに聞かれて、新谷さんが28歳って答えたらしくて、その時の画像があって、なんか生意気リップスをやった時かな、それを見て、指原さんとこんなに喋ったことあるんだ、すごいって思いました。マリーナさん、岩田さんとうとうが先輩。そうですね。ツーショットまだ撮れてない2期生いたりする？いないと思います、ほとんど全員。指原は結局広島に1回来ただけだったな。そうなんですか。ラストアイドル、ラストアイドルはなんか最近の愛を知るってあるじゃないですか。あれがめっちゃ好きでよく聞いてます。なんだっけな、じゃじゃ泣け、なんだっけ、君と出会って泣けてきたみたいな。ふふ。えんちゃんさん、ハートありがとうございます。泣けてきたってやつか。ちゃ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 ってやつ。ちゃちゃちゃ。ハートありがとうございます。こんばんサラ。アリノンも子供だったな。そうですね。アリサさんとノンさんも大きくなったって思います。ST では最近サラはもちろん、ココア、葵さんにもハマってるんだ、ココアさんと。ありがとうございます。でもアリノンさんとかも、なんかいっぱい、ハッシュタグアリノンって探した、のさんを探したらめっちゃあって、可愛いなって思っていつも見てます。みつぐさん、ババアありがとうございます。ババアこんばんは。その時広島公演見に行ったよ。すごい。つくしさん、やすべえさん、だるま、ありがとうございます。すごいいっぱい、ありがとうございます。こんにちは、みこちゃんと最近連絡取ってますか。取ってますよ、 LINE とかしますよ。なんかクラスがあれって言ってます、よくなかったって。君と出会って泣けてきたか。先輩の米田みーなちゃん、そうなの、米田みーなさんがこの前来てくださったんですよ、配信に。もうめっちゃ嬉しかったです。
なんか米田ミーナさんはめっちゃよくツイッターとか見てるので、えっ、って思いました。本人ってサラが副キャプテンを卒業させようとした話も今後で失念しいですよ。卒業させようとしてないですよ。どういうことですか。副キャプテンさんはチョコをくれたり、もう STU 本当にみんな大好きって感じです。 STU 日記みんな可愛すぎ、ありがとうございます。安部さん、だるま、ありがとうございます。 NMB のスーちゃん知ってるのかな。スーちゃんって誰かな、わかんない。初見さん、ゆうすけさん、アイスありがとうございます。なんだって。ん、さらちゃん、何かな、何かな。さらちゃんは、ルーシーさん、ミーナと、そう、米田ミーナさんと山本愛理さんがいるんですよ。ラストアイドルのあれだとね。でも、STU だったら大谷さんとかがいて、でも、横野すみれさん、知ってるかもしれない。聞いたことある。何かな、ショールームで見たりしたのかな。安部さん、どれもありがとうございます。でもなんか STU を最初に入った時に、あれです、STU 入った時に、じゃ、アクターズに入った時に、STU のみんなが卒業だったんですよね。 STU に今いるアクターズの峰吉さんとか石田さんとか大谷さんとか、そういうので STU のことはよく見てました。今村さんとか、アクターズの卒業生が STU になったからって言って、なんかソレイユとかに貼ってあったんですよ、その当時。あとティッシュ配りとかもされてて、私の妹が峰吉ありささん推しだったんですけど、そしたら「峰吉ありさちゃんがおった!」みたいな感じで、ちょうどソレイユに行っとった時に、双葉図書で峰吉ありささんがティッシュを配ってたらしくって、その時まだ中1とかだったんですけど、ありささん。そしたらなんかパパから電話かかってきて、ソレイユに一緒に行っとった時に妹になんか「峰吉ありささんが配っとったよ」みたいな、「見に行きたい、行きたい、行きたい」って言って、妹と一緒にもう双葉図書にダッシュして行ったんですよ。そしたらもうティッシュ配りが終わってたっていう経験がありました。 今後ももさらでグラビアとかあるかな、風千穂さんみたいに。谷さんじゃなくて奥本ひなのちゃんも覚えてますよ。奥本ひなのさんも写真撮ってもらったことがあります。横野さん最近雑誌とかも、そうなんだ、ありがとうございます。そうなんですよ。お父さんは見たんですけど、峰吉さんを見れたんですけど、うちの妹はなんか見れなかったみたいな、見たかったのに、なんかその時ゲーセンにいたんですよね。で電話かかってきて、今おったみたいな感じで言われて、急いでダッシュしてありささんを見に行ったんですよ、妹と。でもいなくて、で妹なんか確か泣いたりしたのかな、なんかそんな記憶があります。泣いてたかもしれないです。見たかったって、会いたかったってなんか妹泣いてました。 そう、でもそれが今では写真撮ってくださったりしてて、でもありささんはおしゃれですよね、いつも。おお、ありさ、ありささん、会いた、あ、会ってないんですよ。会えなかったんですよ、その時は。ソレイユではね。妹もアイドル好き。そうなんですよ。ありささん推しみたいな感じで。そうしている横野すみれさん。ティッシュ配ってる動画、ツイッターで見てていいなと思った。ツイッターにあるんだ。仕事終わり、りんたかさんさん、こんばんは。ソレイユのスタバ、ザ、広島。なんかそこかな。ありちゃん他にも。わかんないんですよ。さら行ってないんですけど、パパが、ありささんいたって言ってたので、妹がありささんだった、推しだったのでよく見てたので、それ以外はよくわかんないです、誰がいたか。さらちゃんとももちゃん、どっちがスタイル良くなるだろう。ももちゃん、セブンティーンっていう雑誌知ってる、知ってますよ。2期生もコロナ終わったらシスクベするのかな。 妹ちゃんかわいい、妹さんすぐ泣くんですよ。でもさらもその時はありささんに会いたかったなって思いました。なんか認知してもらいたかったなって思いました。例えば今アクターズ行ってますみたいな感じで言いたかったなって思ったんですけど、こんな感じで慣れたので。そう、妹がめっちゃ好きなんですよ、ありささんが。私ありささんではないんですけど、ソレイユではもう3年くらい前に風千穂さんを見たこともあります。あれで、何かな、なんだっけ、フードコートかどっかで、多分風千穂さんだったんです、本物は。本物だったと思います。本通りにゆみりんやほのたんがティッシュ配ってたの、言ったよ。へえ、そうなんだ。実は泣いてた妹じゃなくて。 ティッシュは本通りで滝野さん配ってるんだね。アッシュ在籍時のあゆちゃん見たことある。サラ1回もかぶってないんですよ。
セブンティーン読んだことあるの？読んだことはないかも、知ってるだけかも。妹ちゃんやんちゃっぽいね。やんちゃ、うん、でもおとなしいんですよ結構。でも家ではうわーって感じ。サラちゃん今も学校はないですよ今は。ありがとうございます。話しかけた、ターボーさん。今さらソレイユはあれですよ、府中にある広島の広島イオンモール府中っていうイオンです。なんでソレイユっていうのかな。加入してアイちゃんと話しました。なんか舞浜の時にアリサさんから話しかけてくださったのかな。え、もうこの辺も緊張して記憶が飛んでるんですけど、なんか服おしゃれですねって言いました。で写真撮ってくださって、その後終わった後に打ち上げがあったんですけど、その時なんか何かな、ソロハさんとあれですよ、ソロハさんとアリサさんがいて、なんかその時にギュッてしてもらったんですよ多分。え、これ幻なのかな。え、幻だったら怖い、幻覚みたい。いや多分幻じゃなかったんですけど、もうめっちゃ嬉しかったですほんまに。アリサさん話しましたよ、もうめっちゃ可愛かったです。あとなんかアリサさんがつけてるもの全部本当におしゃれで、マスクもめっちゃ 色も可愛いし、あと靴もめっちゃ真っ赤のハイカットの靴とかで可愛かったんですよ。めっちゃ目立ちます。広島駅で一緒に舞浜いた時、集合した時もめっちゃびっくりしました。愛媛のティッシュ配りありますかね。そうなのかな、どうなんだろう。でも愛媛は私のおばあちゃんの家があるのでよく行きますよ。そこ西日本で一番でかいイオンモール。そうなんだ。ふうくんさんハートありがとうございます。俺のレベルがアップしました、イエーイ。ただの幻覚じゃないんですよ。ハグって、え、幻覚じゃないですよ多分。でも一応本人には聞かないでください。だってなんか幻覚だったら、え、わかりませんって言われたら恥ずかしいじゃないですか。え、これ幻覚じゃないです、本当に幻覚じゃないです。幻覚だったら怖いです。神戸でティッシュ配りあったら仕事抜けていくわ。神戸にもティッシュ配りあるのかな、本当ですか。そうなんですよ、それ愛媛だからあれですよ。なんか愛媛って何かに、さら出身地は愛媛じゃないんですけど、なんか書いてあったような気がする。なんとかが松山みたいな感じで。アリのツイッター始まった、嬉しいです。一緒ですね、ピースちゃん。愛媛は何やったかな、どこ行っただろう。めっちゃよく行くんですけどね、それもフェリーで行きますいつも。ツイッター始まった、見たい見たい。今村キャプテンと一緒だね愛媛は。そうなんだ、忘れられてた。ピエンさら愛媛の、あ、ポエムっていうお菓子かな。ポエムっていうお菓子、ゆきりかちゃんがこの前くれて食べました。ありがとうございます。さらがティッシュ配ってたら受け取るから、その時よろしくね。わかりました。今やるのは2メートルあえて、なんかもうそれ投げるみたいになっちゃいますね。松山市に住んでたことがある。すごい。そうなんだ、住んでたことはないんですけど行ってましたね。ありがとうございます。帰省先が松山、道後温泉行ったかな、ちょっと記憶にないかも。船で愛媛行くと近いよね。え、めっちゃなんかあれが好きだったんですよ私は。フェリーが好きで、なんかフェリーの寝っ転がるところがすごい好きだった記憶があります。でも最近は行ってないかな。でも行った時に回転寿司に行ったことは覚えてます。え、もうこれ6、7年前くらいかな。すっごいよく行ってたんですけどね。ポエムたまに、そうなんですよ、お菓子美味しい。松山行く時にシーパセを乗った、あの綺麗、え、わかんない、乗ってないかも。ちょっと大人な顔になってきたね。そうですか、やった、大人びましたか。でもなんかさら入った時、このやってやってる動画とか、あ、食パン大好きって言ってる動画あるじゃないですか、わかりません、あの動画オーディションの載されました。トマチンさんこんばんは。でももうそろそろランキングを読もうかなって思ってます。かわいいね、ありがとうございます。すごい、これ STU48 のアバターですよね。妹アッシュダブルに、アッシュダブル、サラちゃんの3歳のイメージで見てるよ。サラちゃん3歳じゃないですよ。ゆうすけさん、初見さん
アイスありがとうございます。でもそれ七五三は何かな、七五三は撮ったんですよね。なんかその頃から水色が好きだったんですよ、ずっと。水色のなんかドレスとかで撮ってて、なんか後々の STU48 に入ることをあれしてたのかなって思います。 そろそろミレちゃんの部屋行きます。さらにミレちゃんの配信見たい。今30なら1024の30だから1ヶ月で約1億倍。水色大好き。新 職場みたい。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位、つくしさんありがとうございます。12位、えんちゃんさんありがとうございます。11位、はるさんありがとうございます。10位、ふうじまるさんありがとうございます。9位、へりさんありがとうございます。8位、天然ガルスさんありがとうございます。7位、よびぞうさんありがとうございます。よぴぞうさんか。6位、のりさんありがとうございます。5位、くっちゃんさんありがとうございます。4位、りゅうそうきんさんありがとうございます。3位、かがわおちさんありがとうございます。2位、もりちごにいちさんありがとうございます。1位、やすべさんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。イエーイ、パチ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 。それではまた来てください。ありがとうございました。